今日は日本のダイビング発祥地、伊豆海洋公園でダイビング、通称 IOB のことだよな。首都圏から車で2時間半、名古屋から3時間半、これなら日帰りもできるね。アボカド、ダイビングチャンネル。赤姫路、かわいい顔してる。色も綺麗だから人気あるよな。ついつい、撮影しちゃうよね。けど、もちろん、今日のメインはこれじゃないんだよ。奥の方に、アオリイカの産卵床みたいなのが見える。私、産卵床の周りにイカが群れているの、初めて見たんだ。卵だけなのは、よく見るよな。けど、卵だけだったら一回見たら十分だよ。やっぱりイカを見たいよな。うん、念願が叶った。それに、自撮り棒使ってるから、結構、近づけた。正確には、GoPro が近づいたんだけどな。そうなんだけど、自撮り棒なかったら、こんなに近づけないでしょう。これは、近い。いいの撮れたな。本当によかったよ。けどね。どうしたんだ？何かあったのか？動画の色が青くなったり、緑になったり、何が原因なんだろう。潜っている時は、やったーって感じなのに、動画見たら、こんな感じなんだから、がっかりしちゃう。確かに。IOB がこんなに青かったら、ニュースだよ。それは言い過ぎ。謝っておいた方がいいんじゃない？誠にごめんなさい。理解外にも面白かったのが、これ。ベル鳴らして読んでるから近づいてみた。何か砂の中に隠れてるのかな？コロダイ、邪魔すんな、って思った瞬間。ガブって、行かれたな。衝撃だった。この後、コロダイが振り返るから、その顔を見て。ドヤ顔してる。そう。食っちゃったぞ、そんな顔したよね。みんな驚いてるけど、これだけライトアップされてたら、そりゃ食べるっしょ。振り返った時の顔は、ごちそうさま、っていう顔だったのかな？今度は、カニかな？カニじゃなくて、エビ。これは、振り袖エビ。人手もいるけど、人手に食べられちゃうんじゃないの？逆なの、人手の方が食べられてる。今度は、ハタタテハゼだね。本当は、もう少し暖かい海に住んでるらしいんだけど、最近は、東伊豆でも増えてきているんだって。今度は、カミソリオータ、緑のをよく見るけど、今日はピンクだね。背景に馴染んでる。これはこれで綺麗じゃない？あれ？ライトが当たらないと、緑が。ライトが当たると赤い。不思議だね。その他にも、カエルアンコウ、タコウ、海中ポスト。なんだよ、海中ポストって。海の中に、郵便ポストがあって、本当に手紙が出せるらしいよ。へぇ。伊豆海洋公園って、本当に施設が充実しているの。いろいろな楽しみ方ができるから、みんなも行ってみてね。